バクートビリシジ半ハンパイプライン。バクートビリシジ半ハンパイプライン。BTC パイプラインは、カスピ海の ACG 油田、アーリーオイルプロジェクトを含むから地中海までを結ぶ、全長 1768km の原油パイプライン。アゼルバイジャンの首都バクーから発し、グルジアの首都トビリシを通り、トルコの地中海沿岸南東部に位置する港、ジ半ハンへ抜ける。これは、 ドルジバパイプラインに次いで世界第2位の規模の石油パイプラインである。カスピ海の底には世界最大規模の油田及びガス田が存在する。しかし、カスピ海は陸によって囲まれているため、石油の西側市場への輸送は簡単な問題ではない。ソビエト時代にはカスピ海地域からのあらゆる輸送路はロシアを経由するものだった。 ソビート連邦の崩壊によって新たな輸送路が模索されるようになった。ロシアは新パイプラインはロシア領を通過するべきだと主張し参加を拒否した。イランを通ってペルシャ湾に至るパイプラインが地理的に最も短く採算性に優れていたが、イランは様々な理由から西側諸国にとって望ましくないパートナーだと考えられた。その神聖的な政府や 原子力計画、イランでのアメリカ企業の投資を大きく制限する、アメリカによる経済制裁などが懸念された。1992年の春に、トルコ共和国首相、スユレーマンデミレルが、中央アジア諸国とアゼルバイジャンに対して、トルコを通過するパイプラインの提案をした。その後、 BTC パイプラインの建設についての最初の文書が1993年5月9日にアンカラでアゼルバイジャンとトルコの間で調印された。トルコルートを選んだということは、グルジアとアルメニアのどちらかを経由するということを意味していた。アルメニア人ジェノサイドをトルコが認めていない問題や、ナゴルノカラバフをめぐってのアルメニアとアゼルバイジャンの軍事衝突などの地域的緊張があり、 アルメニアを経由する道は政治的に不都合であった。このためアゼルバイジャンからクルジアをトルコへと抜ける回り道が他の選択肢より長距離で経済的には劣っているが政治的には主要関係国にとって最も好都合だということになった。百九十八年十月二十九日にアゼルバイジャン大統領ヘイダル・アディエフ、クルジア大統領エドアルド・シェワルナゼ、 カザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバイフ、トルコ大統領スユレーマンデミレル、ウズベキスタン大統領イスラム・カリモフによってアンカラ宣言が採択され BTC パイプラインプロジェクトは勢いを得た。この宣言には BTC パイプラインへの強い支持を表明したアメリカ合衆国エネルギー長官ビル・リチャードソンも立ち会っていた。 欧州安全保障協力機構の会談中の1999年11月18日にイスタンブールでアゼルバイジャン、グルジア、トルコの間で BTC パイプラインを支持する政府間合意が調印された。パイプラインの創業会社としてバックトビリジ、J. ハーンパイプラインカンパニーが2002年8月1日にロンドンでの文書調印式の中で設立された。 2002年9月18日にパイプラインの建設開始を祝う式典がアゼルバイジャンので模様された。工事は2003年4月に始まり、2005年に完了した。アゼルバイジャン部分はギリシャのが建設し、グルジア部分はフランスのとアメリカのによる交弁事業で建設され、トルコ部分は同国のが担当した。アメリカのベクテルがエンジニアリング。 調達、建設工事の主要な受け負い業者を務めた。公式な春公式は合わせて3つ開催された。2005年5月25日、アゼルバイジャン共和国大統領、イルハム・アリエフ、グルジア大統領、ミヘール・サーカシュビリ、トルコ共和国大統領アフメト・ネジデト・セゼル及び、カザフスタン大統領、ヌルスルタン・ナザルバイフによって、アメリカ合衆国エネルギー長官。 サミュエル・ボドマン同席の下、サンガチャルターミナルで BTC パイプラインは落成された。グルジア部分の竣工式は2005年10月12日にガーデバーニー近くのポンプステーションで大統領ミヘール・サーカシュビリによって主された。J 半出荷基地での竣工式は2006年7月13日に行われた。2005年5月10日にバクーから初めて送り出された原油が 1770km を経て2006年5月28日に J 班に到達した。最初の原油が J 班出荷基地でブリティッシュ・ホーターンという名の船に荷積みされた。このタンカーはおよその原油を積んで6月4日に出港した。これはアゼルバイジャンの石油を BTC パイプラインを通して世界市場へと輸出するスタートとなった。パイプラインは アゼルバイジャンの爆府近くのサンガジャルターミナルから始まる。パイプラインはアゼルバイジャン、グルジア、トルコを通り、ハンに達する。終着地はトルコの地中海沿岸南東部にあるハン海上ターミナル、ヘイダルアリエフターミナル。全長の 1768km のうち 443km がアゼルバイジャン、249km がグルジア。 1 0 7 6トルがトルコにある。いくつもの山岳地帯を通過し、最高のものはカフカス山脈で標高2 8 3 0ルになる。また、3000もの道路、鉄道、配管と地上及び地下で交差し、幅5 0 0ルのジェイハン川を含む1500の水路を渡る。パイプラインは幅8ルの回廊を通り、全長に渡って地下1ル以下に埋められている。 BTC パイプラインとは平行に、サンガチャルターミナルからトルコのエルズルムまで天然ガス輸送するサウスコーカサスパイプライン、バクートビリシエルズルムパイプラインが走っている。サルズ J 半艦ではサムスン J 半パイプラインが同じ回路を共有する。BTC パイプラインは40年の寿命を見積もっている。通常の能力で運転すれば2008年以降、 毎日100万バレルの石油を輸出し、100万バレルが端から端まで移動するのには10日間かる。パイプラインは石油の容量があり、石油はパイプライン中を毎秒2メートルで流れる。全経路を通して8つのポンプステーションがある。アゼルバイジャンに2つ、グルジアに2つ、トルコに4つ。プロジェクトにはさらに、J 班海上ターミナル2つの中間ピグステーション。 一つの減圧ステーション101の小型ブロック弁が含まれる。パイプラインは各1 2メートルの管が15万個結合してできており、溶接部は22万箇所に上る。これは総重量が約65万5000メートルトンになる。パイプラインは多くの部分で合計1070ミリメートルであり、J 半近くで最も狭い865ミリとなり、 最大は 1168mm である。パイプ壁口は8.74から 23.80mm。パイプラインの建設費用は39億米ドルであり、これは当初の見積もりの29億米ドルより3割ほど高い。これに財務費やパイプラインの原油充填費などを含めた総費用は不明であるが、当初の見積もりでは約36億米ドルであった。 パイプラインの建設工事によって1万の短期雇用が生み出され、パイプラインの運用にはさらに1000の長期労働者が40年間にわたって必要となる。BTC パイプラインの費用の7割は、世界銀行グループの国際金融公社、欧州復興開発銀行、7カ国の輸出信用機関、15の民間銀行からなる銀行団などの第三者機関から、 資金供給されている。BTC パイプラインは、カスピ海にあるアゼルバイジャンのアゼリチラググネシュリ油田、ACG 油田から、サンガチャルターミナルを通して、原油が供給されている。さらに、カザフスタンのカシャガン油田などの中央アジアの、油田からも供給を受けることが可能である。カザフスタン共和国政府は、同国アクタウの港とバクーすなわち、 BTC パイプラインを結ぶカスピ海、横断石油パイプラインの建設を追求していると発表した。しかしながら、ロシアとイランがこの計画に反対しているため、カスピ海を渡るタンカーによって石油供給を開始した。イスラエルを縦断するトランスイスラエルパイプライン、チップライン、アシュケロンエイラートパイプライン及びアシュケロンとエイラートの石油ターミナルを経由して、 アジアのより東へと BTC パイプラインの石油を運ぶ計画が提案されている。BTC パイプラインは運営者である BP 以前のブリティッシュペトロリアムの主導するコンソーシアムによって所有されている。コンソーシアムが設立した創業会社 BTCCO の株主構成を一家に示す。その完成前ですら BTC パイプラインは 世界の石油政治に影響を与えていた。以前はロシアの裏庭とみなされていた南カフカースが今では大きな戦略的重要性を持った地域となった。その結果、アメリカ及びその他の西側諸国は石油が通る三国の問題により密接に関与するようになった。これを非民主的な指導者への不健全な依存につながる。 ものだとして、西側諸国の南カフカースへの過度の関与を批判するものもいる。この地域の国々自身は、この関与を地域でのロシア及びイランの経済的、軍事的牽制と並行するものとして利用しようとしている。同様に、ロシア人専門家はこのパイプラインは、カフカースにおけるロシアの影響力を弱めることを狙ったものだと主張している。 ロシア連邦議会外交委員会委員長、コンスタンチン・コサチェフは、アメリカなどの西側諸国が、BTC パイプラインの通過地域の不安定性を、口実にカフカースに兵を中流させることを狙っていると、発言した。BTC パイプラインはまた、世界の東と西をつなぐ、エネルギー回廊の重要な一部を構成し、トルコにより大きな地政学的重要性を与える。 また、グルジアにとっては、ロシアの影響からの独立性を高める。プロジェクトの立案者及び提唱者の一人である、元グルジア大統領、エドアルド・シェワルナゼは、グルジア領土を通過する、このパイプラインの建設を、グルジアの将来にわたっての経済的及び政治的な、安全と安定性に対する保障だと捉えている。この捉え方は、後継のミヘール・サーカッシュビリも、完全に共有している。 グルジアのあらゆる戦略的契約、特にこのカスピカイパイプラインの契約は、グルジア国家の生き残りの問題であるとサーシュビリは2003年11月26日に発言した。BTC パイプラインによって、中東の石油へのアメリカなど、西側諸国の依存が緩和されると宣伝する者も,もいるが、最初の段階では、全世界の需要の1%を供給するのみであり、 現実には中東の石油への世界的な依存を変えることはない。しかしながら、このパイプラインは世界的な石油供給を多様化させ、他地域の石油供給に問題が起こる。可能性を考慮すると供給の確実性をかなり高めることになる。BTC パイプラインを批判する者たち、とりわけロシアはパイプラインの経済的魅力については懐疑的で、 政治的なものが動機であろうと考えている。BTC パイプラインの建設はホスト国の経済に大きく貢献した。BTC パイプラインがアゼルバイジャン産石油の主要な輸出経路として完成し、稼働を開始した2007年の前期には、アゼルバイジャンの実質 GDP の伸びは35%を記録した。また、莫大な通貨量がグルジアとトルコにもたらされた。 グルジアの場合、通貨量は毎年平均で6250万米ドルになると予想されている。トルコはパイプラインの稼働初期には毎年約2億ドルの通貨量を得ると予想されており、17年目から40年目にかけては毎年2億9000万ドルにまで増加する可能性もある。トルコは東部アナトリアでの経済活動の増加という利益も得ており、特に 1991年の湾岸戦争以来、大きく活動を減らしていた J 半港の重要性が高まっている。ボスポラス海峡での石油タンカーの通行量を減少させ、イスタンブールの保安に貢献すると期待されている。石油収入が腐敗した役人に流用されるのではないかという懸念を抑えるため、アゼルバイジャンは政府基金を立ち上げ、 天然資源による収入を将来世代のために使うものとして委任し、主要な貸し手からの支持を強め、透明性と説明性を高めることを図った。アゼルバイジャンはまた、イギリスの主導するに参加する、世界初の産油国となった。BTC パイプラインの法案については懸念の声がある。アゼルバイジャンとアルメニアは、アゼルバイジャンのアルメニア人分離主義者が多く住む。 ナゴルノカラバフ地域の地位をめぐって戦争状態あり、そのためパイプラインはアルメニアを迂回している。パイプラインが通過するグルディアは南オセチアとアブハジアという二つの分離主義者問題を抱えており、トルコでは長きにわたる分離主義者問題を抱えるクルド人地域の橋を通過する。よって破壊工作を防ぐための持続的な警備が必要である。ただし、 パイプラインのほぼ全部が地中に埋められているという事実は攻撃を比較的困難なものとしている。2008年8月6日、トルコ東部のエルズインジャン県ンで大規模な爆発と発砲があり、パイプラインは停止された。クルディスタン労働者党がこの攻撃の犯行声明を出した。2008年8月25日にパイプラインは再開した。 BTC パイプラインについて、環境保護の観点からいくつかの点が問題視されている。批判者は BTC パイプラインの通過地域が非常に地震の多い地域であることを指摘する。パイプラインは断層をアゼルバイジャンで3つ、グルジアで4つ、トルコで7つ通過する。BTC パイプラインは、光線や美しい自然で有名なグルジアのボルジョミ。 イコールファラが売り国立公園の公園内にこそ入らないもののその流域を通過する。これは長く環境運動化の激しい反対の的となってきた。パイプラインの建設はその景観に目に見える大きな傷跡を残した。オックスフォードに拠点を置くバク・ジェイハーンキャンペーンは公共の資金がただ民間企業の利益のために社会的及び環境的問題への助成金として 使われるべきではなく、地域の人々の経済的及び社会的発展への肯定的な貢献を条件としなくてはならない。と主張している。ボルジョミのミネラルウォーターは、グルジアの主要な輸出品であり、この地域での石油流出は、地元のミネラルウォーター産業に壊滅的な打撃を与えることになる。パイプラインは、腐食から守るため、合成樹脂による保護被膜で覆われる。 BTC パイプラインではポリエチレンを外装とする酸素被膜が使われた。ただし、これは工場で行われるもので、現場で発生する溶接部分は保護しない。溶接部分には現場継ぎ手塗装という手法を使う。BTC パイプラインでは、この塗装に不適切な材料、SPC-2888 を使った。s p c は、 液体で使用され、ポリエチレンとくっつかず、剥がれを落ちてしまう。また、寒い気候では、ひびが入るなど、大きな欠陥があることが分かった。BP と工事受け負い業者はこの問題が解決されるまで、作業を中断せねばならなかった。環境への好因子としては、過密状態にあるボスポラス海峡とダーダネルス海峡のタンカー通過量を、 年350席減らすことが挙げられる。人権活動家は BTC パイプラインに関連してアゼルバイジャンのアリエフ政権の人権侵害を取り上げて西側諸国の政府を非難している。チェコのドキュメンタリー作品は BTC パイプラインの経路用地取得における土地収容権違反などの人権侵害を強調している。 BTC パイプラインはいくつかのフィクション作品で取り上げられている。ジェームズ・ボンドシリーズのワールド・イズ・ノット・イナフではプロットの中心として取り上げられた。主要人物の一人であるエレクトラキングはカスピ海からトルコの地中海沿岸までカフカースを横断する石油パイプラインの建設工事を指導している。このパイプラインこそわずかに設定を変えた BTC パイプラインである。 また、ゴルゴ13オリガルヒの報復でもこのパイプラインが関連している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。